グアダルーペの聖母はカトリック教会が公認している聖母の出現の一つであり、メキシコで最も敬愛されている宗教的シンボルである。1531年12月9日、メキシコグアダルーペのインディをフアンディエゴの前に聖母が現れたとされる。聖母は司教に聖母の大聖堂を建設する願いを伝えるよう求めた。 ディエゴは病気の親類の助けを求めに行こうとしていたため話しかけてくる聖母を振り切って走り去ろうとしたすると聖母は彼を静止し親類の回復を告げたディエゴが戻った時病気だった親類は癒されていた聖母に司教へ印として花を持っていくよう言われたディエゴは花をマントに包み司教館に運んだ司教館に花を届けた際ディエゴのマントには 聖母の姿が映し出されていた。フワンディエゴは2002年に劣勢された。カトリック教会は、グアダルーペの聖母への信仰が、キリスト教が入る、以前のアステカの女神、トナンツィンと関連したものだと考えた。聖母が出現した丘とは、もともとトナンツィン女神の信仰の中心地であった。しかし教会は、インディオたちがキリスト教を受け入れやすくするために、 このように古来の宗教がキリスト教と共存することをある程度許容した。16世紀末頃から17世紀の初めには、聖母によって重病人が回復する奇跡がたびたび起こり、聖母への信仰はどんどん強まっていった。そして17世紀には、この褐色の肌の聖母はあらゆる階層の人々の信仰を集めていった。1537年。 ローマ教皇パウルス三世は、インディオは、理性ある人間として扱われるべきという改直を発し、植民地におけるインディオへの迫害を禁じた。聖母は、メキシコの民族主義の象徴ともなっており、メキシコ独立革命の指導者、ミゲルイダルゴの放棄の宣言では、聖母万歳と唱えられている。メキシコ革命の指導者の一人、エミリアーノ・サパタの軍隊は、聖母の像を帽子につけていた。 グアダルーペの聖母への信心が強く、メキシコのみではなく、アメリカ大陸の保護者とも呼ばれている。また、メキシコをはじめスペイン語圏では、グアダルーペという女性名あるいは、カトリック信者の霊名として広がっている。例えば、20世紀後半、スペインやメキシコで活躍した女子科学者の副者グアダルーペ・オルティスで、ランダスリは、その一人である。 ディエゴが聖母を見たメキシコ市近郊のテペ役の丘には巨大なグアダルーペ寺院が建てられた。グアダルーペの聖母像は長い年月にわたり聖堂に掲げられているが全く色褪せしていない。1785年に清掃員が額縁の汚れを落とす際誤って賞賛をかけてしまったがマントの部分は無事で薄くシミができた程度であった。1921年には 教会の強い影響力を弱体化させる目的で、メキシコ大統領府の職員ルシアーノ・ペレス・カルビオが、聖母像の真下で爆弾を爆発させた。祭壇が破壊されたが、聖母像は無傷であったという。近年の調査では、マントの聖母像の瞳部分には、ディエゴとおぼしき人物が映っていると主張する人がいる。他、グアダルーペの聖母、グアダルペの聖母とも、 ありがとうございます。